先ほどの信号渡ったところですけども、そちらの建物も阪神・淡路大震災の後ですね、まあ、パラパラと入居者の方はいらっしゃるようですけども、7割8割方空いてそうですね。でその隣もそうで、その奥のあの建物もそうで、先ほど映していたのがあの建物で、その奥にも2棟ほどあるでしょう。大きな建物15階建てぐらいですかね。でこちらはもともと阪神・淡路大震災で、ホテルだったところです。でそこは作り替えるんじゃなくて解体に入ってるみたいですね。わかんないですよ、まだちょっとあの状況、工事終わってからじゃないとあれなんで。でこちらの建物とかも見た目でわかるかと思いますけども、ここ JR 神戸駅のすぐ近くなんですよ。土地代とかも高いから、分譲マンションでも結構な値段がするから、なかなか買い手つかないと思いますよ。例えば 3LDK だったら集合住宅と何が違うっていう分で、まあ、内装とか設備がちょっと違う程度で、どちらが得かなの考え方どうしても混じりますからね。でその建物の隣にこちらも集合住宅、30階建てぐらいの建物、建てすぎです、明らかに。本当にさっきのその2棟の奥にまだもう1棟、法務局の方へ向かって、境町通り、歩きます。こちら神戸中央郵便局です。で先ほど映した建物のその裏手、まあこの通りだと境町通りの方からで行くと、まあ、横隣なんですけども、物干し竿なんかどこも出てない。で30階建てほど作りすぎ、本当に。であちらの建物はちょっとだけ何か植木鉢か何かの、植物が出てきてるんで、まあ何軒かは入られてるみたいですけども、全部が全部っていうことじゃないでしょうね。でこちらも阪神・淡路大震災の後建てた建物です。15階建てぐらいですね。あちらは遠くから撮影した建物だと思われます。そちらは違いますね。肌色のあの建物は違います。あれはまた別の集合住宅ですね。集合住宅というか、まあ、まあ分譲マンションかもしれませんけども、まあ、もしかしたら中には会社関係のビルと間違えてるものが1棟2棟ぐらいは混ざってくるかもしれません。ちょっとね、本当に元気歩いてたらキリないんで。神戸市広いんですよ結構。こちらも阪神・淡路大震災の後の建物ですね。で根本的に日当たりとか問題、洗濯物干すときに乾きやすいか乾きにくいか、建築業界の方が先に気づかないと。あちらの建物もそうです。阪神・淡路大震災の後、その隣もそう、だいたい12階建てぐらい。でそこの肌色の建物もそう、12階建てぐらいの建物、物干し竿なんかほとんど出てない。まあこちらは7階建てぐらいなんですけども、まあ埋まってないですね。物干し竿は出てない、あんまり。8割方空いてるんじゃないですか。まあこちらもその向かい同じような状況、その隣も同じような状況。この建物はね、阪神・淡路大震災の前からあったような気がします。かといって、まあガラガラはガラガラなんですけどね、全部は全部埋まってるわけじゃないです。でその隣が、まあ、12階建てぐらいの阪神・淡路大震災の後の、まあ、綺麗な
大体阪神・淡路大震災の後って言ってる建物、大体綺麗です。で、多分全部、ほとんどのところオートロックのところですね。質の良いビルで分譲型なんでしょうけども、なかなかね、買い手なんか見つかんないですよ。トマト銀行さんのも近くまで来ました。ローソンさんのこの上の建物も、まあ、分譲マンションか、賃貸か、まあ、そういったところですよ。まあ、足は組まれてますけども、上に太陽光パネル貼り付けてくれてる作業だったらいいんですけどね。ああいうふうな片面だけ、片面、あ、まあ、反対側にも足は組んでますけども、ああいうふうな形でいいと思いますよ。で、あの建物自体が阪神・淡路大震災の建物ですね。もし、あ、手前は違うかな。手前の6階建てぐらい。あの建物は阪神・淡路大震災の前からあった建物かもしれません。で、トマト銀行さんの上もあの集合住宅、その隣もそうです。本当に建てすぎ。で、目の前に30階建てぐらいのビルが見えてきましたけども、まあ分譲マンションじゃないですかね。でこちらもそう、10階かな、12階建てぐらいの、まあ、分譲マンション、綺麗なところですね。でこちらもそう、ガラガラ12階建てぐらい、まあ、およそオートロックだと思われます。で、あちらのビルもそう、阪神・淡路大震災の後、プレサンスコーポレーションと書かれてますね。まあ、あちらはベランダ日当たり良くて良さそうですね。まあ、洗濯物の干し方は、あんな乾燥機なんか買って、無駄な電気代使うぐらいだったら、前の日の晩、早くシャワー浴びれない、風呂入るなんてして洗濯機回し、前の日の晩から干しておくこと。ベランダに屋根があったら、そうそう、次の日雨降ってもなかなか当たんないですから、手前の方に入れておけば。で、次、そちらの建物とこちらの建物、もうずっと並べっぱなしなんですよ、中央区に向かって。たまにこういう風なオフィスビルとかもあるんでしょうけども、その隣、集合住宅、物干し竿なんか出てない、ほとんど人がいない。本当にあとあちらのビルも集合住宅、あちらは昔からあったところかな。ちょっとね、ざっと、まあ、向こうの方まで行くと、まあ、大丸の方に、まあ、到着して、その後、まあ、神戸市役所の方へ行くんですけども、ご覧の通りいろいろビル建ってます。ちょっと法務局の方へ行くんで、その方向へ向かって歩きますね。あちらの建物もそうです。集合住宅、ガラガラ、物干し竿がない、当たり前、少子化、子供がそんなに生まれてきてないのに、親の家を引き継ぐ人とかもいるのに、だいたい2人男女結婚して一軒家を買う形です。計算違いがちょっと大きすぎます。あちらの、あちらは先ほど映したプレサンスコーポレーションですね。こちらの建物も分譲マンションか、まあ、賃貸かのところですね。本当にガラガラ。あちらも阪神・淡路大震災タイル張り、この指差したところの建物ですけども、あの肌色のところ、阪神・淡路大震災の後だと思うんですけどね。老朽化そんなにしてないし、ですね、綺麗ですね。
まあ、車庫のところもシャッターがついてあって、今来てる位置が中央区海岸通り4丁目かな。あそこに表札がちょっと隠れてますけども、4丁目ですね、海岸通り4丁目です。目の前の建物もまあ集合住宅なんですけども、まあ3分の1は人入られてるから4分の1ぐらいかな、そんなもんですね。であちらも、ガラガラで、その建物もガラガラ、まあ、あちらは半分ぐらい入ってるかな。これが本当に神戸市の現状ですんで、あの中央区も広いんですよ。半分も歩いてません。10分の1も歩いたかどうかっていうところですよ、全ての映像の記録でね。で向こうの方にある建物とかはオフィスビルとかもあるんですけども、もっと向こうへ行けば30階建て以上の建物がいくつかあります。こちらは工事音がしてるっていうことは、新しく建て替えてるのかな、新しく作ってるのかな、まあ20階建てぐらいの建物ですね。こちらのビルも分譲マンションでしょうね。いや、まあもしかしたら賃貸かもしれませんけど、どちらにしても多分ガラガラだと思いますよ。まあ角度的に物干しざおあるかないかちょっと見えにくいんですけども、まあなんとなくで分かる方ですね。もうそれは仕事の絶対数からとかで割り出せます。こちらのオフィスビルとかは阪神・淡路大震災の前からですね、その隣のあの辺りのところからですね。まあ、こちらが、まあ、ちょっと奥行きが結構あってと、それなりの個数あるんじゃないですか。まあ、綺麗なマンションですよ。けどやっぱり物干し竿はない。でまあ、その隣の建物、まあ、両方とも高さが10階建てぐらいですね。その隣が12階建てぐらい、もしかしたら15階ぐらいあるかもしれませんけど、本当にこんなにたくさん建ててどうするのっていう状況ですね。本当にもうビルの建築、神戸市内、中央区兵庫区に関しては今後50年禁止するぐらいがちょうどいいと思いますよ。で正直この辺に分譲マンション作っても、学校が遠いから、小中学校がちょっとね、その辺何にも考えてなかったんじゃないですかね。そうすればね、建てる建物の大きさなんか3階から5階ぐらいの高さで全て全部帳尻合ってくるんですよ。本当に
もっともっとそんなに高い建物なんかなかった。大きくても12階建てまで、昔は。僕は子供の頃、阪神淡路大震災の前、あちらが阪神淡路大震災の後に建った30階建てぐらいのビルですね。ああいうのが向こう行ったらまだ何棟かあります。ちょっとこれぐらいで一旦電源切ります。